浦間茶チャウス山古墳は岡山県岡山市東区浦間にある古墳。形状は前方公園墳である。国の史跡に指定されている。古墳時代前期の3世期末に築造されたと考えられている。古代キビ細古の大型前方公園墳の一つである。全長は約138メートルで、前方部は長さ約61メートル、公園部は 計約81メートル、高さ約13.8メートル。前方部は畑として開墾され、現在は桜が植えられて公園となっている。公園部は竹藪部と北側に墓地がある。古墳の東側と南側には住宅団地が迫っている。古墳は本来の姿から変形しており規模は推測の域を出ない。前方部が北東を向き町部は、 公園部長部より約4メートル低くなっている。前方公園墳としては最古の形式であり、奈良県桜井市にある橋墓古墳の約2分の1の規模で形が酷字しているとの指摘もある。公園部は3段となっていることが確認できる。長部は平坦であり、中央にランクツが残っている。前方部は前述のように畑として、 作兵されているため何段になっていたのか不明である。噴球には隠歴による吹き石が確認されており、戸き型円筒波にはの破片が採取されている。1988年に、近藤義郎を団長に発掘調査が行われた。公園部の乱屈港を掘り下げると、深さ2.5メートルの位置に板状の安山岩を積み重ねた内方の長さ7メートル。 1> 幅1.2メートルの縦穴式石室が検出された。この安山岩の石材は、香川県北部、または美山瀬戸の島から採取されたものと推測されている。石室の上部は破損していた。石色岩料が含まれた粘土が敷かれた床部から、先竹形木管が収められていたと推測されている。明治時代に洞窟され、副葬品はむね、持ち去られていた。しかし、 細線式渋滞強変、銅属、鉄属、鉄刀、鉄剣など武器類、釜、隙先など農具類、鉄のみ、鉄府など工具類、ヤスなど魚具類が出土した。前方部の南東に倍長と思われる大型の円封があったが、宅地造成の際に破壊されている。奈良県桜井市の橋墓古墳、京都府木津川市の椿大塚山古墳、 奈良県天理市の黒塚古墳などと共に、出現期古墳と総称される。なお、浦間茶臼山古墳、黒塚古墳、椿大塚山古墳は、橋墓古墳のちょうど2分の位置に企画された前方公園墳である可能性が高いと考えられている。ありがとうございます。